近くに治安官がいると言ったのはお前らだ。そいつらに判断させよう。犯人も何を盗もうとしたのかも明らかなんだ。どんな言い逃れができるか見せてもらおうじゃねえか。運転手さん、その明らかという点については異議を唱えざるを得ません。それは麦らっての泡だけを見てこれはコーヒーではないと判断するようなものです。皆さん落ち着いてください。私たちは治安官です。ここで何があったんですか？やっと来たか、治安官さん。話はこうだ。俺はゲール、天満エクスプレスの運転手で、この近くに配達に来たんだ。さっき荷物を届けて次の届け先に電話してたら、突然トラックのあたりからドンという音が聞こえたんだ。淡くって車のそばまで行ったら、コンテナに積んであったアヒルがあちこち逃げ出してるじゃねえか。車のそばには慌てふためくボンプが一匹。そいつのことさ。うんな。お兄ちゃん、あれって雑貨店ワンフォーワンのお釣りじゃない？治安官さんよ、今回の件ははっきりしてるぜ。俺がトラックの異変に気づいた時、周りにいたのはそいつだけだ。そいつが俺のコンテナを開けたに違いねえ。車に積んであったアヒルたちは農場で専用に育てられた新種だ。1、2羽でもいなくなってみろ、俺の1ヶ月分の給料でだって弁償できねえんだぞ。運転手さん、あなたの証言は記録しました。そこのボンプ君、この件について何か言いたいことはありますか？うんな勝手にドアが開いたってのか？お前がコンテナを開けた後、うっかりしてアヒルを逃がしたんだろ。運転手さん、あなたのお釣りに対する態度はあまりにも手心というものがありません。治安官さん、隣人としてお釣りの名誉のために言わせてください。私は日頃からこの子をよく知っています。決してこんな常識に外れたことをする子ではありません。じゃあ教えてくれ。俺のコンテナには間違いなく鍵がかかってた。なんだって勝手に開いたんだ。治安官さん、このところ都市やボンプの犯罪は少なくねえ。そいつがやった証拠を見つけて俺の損失を弁償させてくれ。治安官さん、このままではお釣りは名誉だけでなく仕事まで失ってしまうでしょう。必ずや事件の真相を究明し、お釣りの無実を証明してください。マスターがあんなに興奮してるのは見たことないね。インスタントコーヒーのこと以外で。まさか六分街でこんな事件が起きてお釣りが巻き込まれるなんて。お釣りは私たちが六分街に引っ越してきたばっかりの頃からワンフォーワンで働いてたんだよ。私だってあの子がそんなことするはずないって思うもの。でも運転手がトラックの異変に気づいた時、そばにいたのはお釣りだけ。こればっかりは本当みたいだもんね。あれ、お兄ちゃん見て、みんな解散してく。主演さんたちもう事件を解決したのかな。どうなったのか聞いてみよう。リンちゃん、アキラくん、あなたたちも来たんですね。さっき後ろで大体話は聞いてたんだけど、みんな解散したってことは事件は無事解決？残念ながらまだです。みんなで状況を分析して少し落ち着いてもらっただけですよ。今はどんな状況なのか聞いても構わないかな。ひとまずトラックの周りを一通り見て回った。とはいえアヒルが逃げ回った後の他に不審なものは見つからんかったぞ。おまけにこの辺りは街頭カメラがないゆえ、現時点で調査できるのはボンプの視覚記録、そしてトラックの盗難防止システムのみ。だが
その2つは技術部門の領分でな。すぐには結論が出せん。フェアリーの手を借りればお釣りの資格記録を見るのは難しくないけど、さすがに治安官の前じゃな。とにかくどちらの調査も最低で 2,3 日はかかります。その間はトラックの運転手もお釣り君も日常生活に大きな影響を受けることになりますね。私たちの説明を受けて運転手も一応の譲歩はしてくれました。今日のうちに時間通り配送ができれば和解に応じるとのことです。ですのでティンさんほか六分街の住民たちはアヒルを探しに行っています。お兄ちゃん、だったら私たちも急いで手伝おう。私と先輩も一緒に行きます。二人とも治安局に戻るんじゃなかったのかい？運転手が和解を申し出てくれたとはいえ、アヒルが全て戻ってくるまでにまた衝突が起こらないとは限りません。しばらくはここにいるべきだと判断しました。また本来は所轄の治安官が担当すべき案件ですが、任務を移管するのにも時間がかかります。市民の目にそれが治安局内で仕事を押し付け合っていると映ってほしくありません。それにこの事件には確かに疑わしい点もありますから、私と先輩はアヒルを探しつつ付近で他の手がかりも探してみることにします。シュエンさん、チンイ、ありがとう。じゃあ私たちも動こう。探し物は大得意だもんね、お兄ちゃん。
あ、やっぱり。お兄ちゃん、前に車使った時ライト消し忘れたでしょ。おかしいな。確かに消したはずなのに。それに前に車で帰ってきた時はもう暗かった。ライトがつきっぱなしなら気づいたはずだ。どういうこと？ライトが消えないんだけど。スイッチの故障ですかね。わかんない。押しても何の反応もないや。バッテリー上がっちゃうから、ひとまずライトのケーブルは抜いとくね。おかしいな。ちょっと前に車検に出したばっかりなのに、どうして急に。リン、気のせいか。今君が言ったことにどうも聞き覚えがあるような。うん、どうしたんです？先輩、考え込んで。シュエンよ、主は気づかぬか。我らが今日遭遇した事件には皆車が絡んでおると。雑貨店のトラックが動かなくなり、カスタムショップを出たばかりの車が故障。アキラ君とリンちゃんの車はライトが、そして天満エクスプレスはアヒルを失った。車両絡みの事件ばかりが4件も起きています。数日前、午後に私たちが交通事故に遭ったことも含めると5件だね。リンがあの時ぼーっと歩いていなければ、あそこまで大事にはならなかったかもしれないけどね。お兄ちゃん、私のせいだって言うの？あの時は急にスマホがおかしくなっちゃって、そっちに気を取られてたの。ん？ルミナスクエアの事故に先立ってリンのスマホに何かあったのか？一体どうおかしくなったのだ？リンの話では電波が突然なくなって、画面にカラフルな縞模様が表示されたらしい。けどすぐ元に戻ったんだろ？やはりか。先輩、覚えていますか？天馬の運転手は事件の時電話をしていたと。推測が正しければ、そこで何か別のことが起きていたはずです。うむ、お釣りも急に頭がフラフラしたと言っておった。同じ原因であると見て良いだろう。待ってくれ、さっきから何の話をしているのか説明してくれないか。リンちゃん、アキラ君、ここ数日で起きた車に関する全ての事故、背後にある真相が分かったかもしれません。まずはアヒルを連れ帰るついでにいくつか調査をします。後でトラックの近くで合流したらあなたたちにも説明しますから。お釣り、
僕らはシュエンさんとチンイにここで待つように言われたんだ。彼女たちは来ていたかい？うんな、うんな、なな、な、うんな。なあ、それについては俺が説明してやる。その二人ならさっき来てこのボンプから電流高の記録をコピーしてた。俺には変な質問をしたくらいで急いで行っちまったよ。聞いてもいいかい？彼女たちは君にどんな質問を？なあ、事件が起きた時俺は電話をかけてたんだが、その時スマホに何か異常はなかったかって聞かれた。確かにその時俺のスマホが勝手にオフになったんだよ。どうしてそうなったのかも、なんであの二人がそれを知ってたのかもわからんがな。え、あんたのスマホもおかしくなったの？ああ、お兄ちゃん、わかったかも。最近起きてるこの異常、もしかして EMP ってやつじゃない？リンの言ったことはおおよそ当たっておる。シュエンさん、チンイ、おかえり。運転手殿、主は EMP 発生装置、つまり電磁パルス発生装置なるものを知っておるか？聞いたこともない。なんだそれ。起動することで近くにある電子機器に電流の変調を引き起こすものよ。警備なら部品の故障程度で済むが、重篤であれば機器全体を焼損させることもある。車両に触れることなくコンテナの電子ロックを焼き切るのもたやすいであろうな。コンテナが開いた時、主のスマホが不調をきたしただけでなく、お釣りの体内電流にも急激な上昇が見られた。いずれも EMP 攻撃を受けたことを示唆するに十分なもの。つまりこのボンプは俺と同じ被害者で、事件を起こした奴は他にいるってのか？ええ、これが私たちの導き出した事件の真相です。なんてこった。俺が短気なせいでさっきはひどいことを言っちまった。すまねえ、お釣りとやら。お前に濡れ衣を着せちまったことは心から謝る。うんな、うんな、うんな、うんうん。チアンカンさんたち、こいつを引き起こした犯人は誰なんだ？もう捕まえたのか？安心してください。今局の方で六分街の監視記録を調査しています。犯人が見つかるのは時間の問題ですよ。犯人は今日だけでEMP 発生装置を何度も使用しています。複数の事件現場に共通して映り込んでいた人物を調べればかなり絞り込めますから。主演治安官、ご依頼のあった監視記録の調査が完了しました。これまでに該当する不審人物は1名。現在通りの出口付近で追跡中です。尋問を行いますか？確保次第すぐにやってください。了解です。申し訳ありません、逃げられました。現在そちらの方へ向かっているものと思われます。先輩、急ぎ捕らえましょう。はい、ねえ、待ちなさい！おい、何すんだ！こちら主演班、容疑者はホローへ逃走、引き続き追跡する。了解。頑丈なやつよ、手加減無用であった。状況は？犯人はホローに逃げた、うん、後を追います。二人は避難を。お兄ちゃん、こっそりついてっちゃおう。うん。
お兄ちゃん、シュエンさんとチンイはもうフォローに入ったよ。シュエンさんたちなら犯人を捕まえられると思うけど、一応私たちもフォローに入って様子を見とこう。何か役に立てることがあるかも。あの犯人を見過ごすわけにはいかない。もしかしてお兄ちゃん怒ってる？あの犯人のせいで私が事故に遭うところだったから。私のことは抜きにしても、今日だけで六分街にいろいろトラブルを起こしてくれちゃってるんだから、きっちり落とし前はつけさせないとね。お兄ちゃん、準備できたらいつでも出発できるよ。私やみんなのために怒ってくれるのは嬉しいけど、シュエンさんとチンイは治安官なんだからね。フォローでは二人に見つからないようにしよう。私はあくまで技術屋だよ。総理と。はいはい。私はあくまで技術屋だよ。出動？終わったらごちそうだ！磁気局のキャロットが向こうに、あやつが迷う前に捕らえるの得策。ええ、追いましょう。マスター、あなた様からの前方に複数あなた様の子が罪を認めて投降しなさい。お兄ちゃん聞いて、あの人たちはすぐ下だよ。しつこいやつらめ！
くらえ、これは EMP。 先輩、ごまって、エーテリアスが近づいてきます。 EMP に引き寄せられたか。まずは応戦であるな。お兄ちゃん、今のうちに近づいて見てみよう。用心せ、すぐ先にエーテリアスがいるぞ。大丈夫ですよ先輩、弾薬一式フルで持ってきてますから。さすがは優等生、備えあれば憂いなしであるな。備えたせいで憂いが現実になった気もしますが。全てのエーテリアスを相当完了。まさかあの EMP 発生装置、電子機器だけでなくエーテリアスにも効果てきめんとはな。次から次へと現れおって、ここであやつを逃がせばまた何かやらかさんとも限らんぞ。ええ、犯人は五金製の品を持っているわけですから、犯罪組織との関わりも少なからずあるでしょう。必ず彼を捕まえて背後関係を洗う必要があります。地面に残っている痕跡を調べますね。犯人は一体どっちへ逃げたのか。見なくともよい、あやつは右だ。先輩、どうしてわかるんです？立つ鳥は後を濁し、蛇の道には蛇の灰跡。一を見て十を知れば千里とて追えよう。これは遥か先祖より伝わりし技術。どうだ、主も学びたくなったであろう。待ってください、メモしますから。もう一度お願いします。なぜ犯人が右に逃げたと確信を？よいか、立つ鳥は後を濁し、蛇の道には蛇の。あの、もう少し分かりやすい言い回しにできませんか？先輩のそれじゃ感覚だって言ってるのと変わりませんよ。感覚で間違いはないぞ。我の右手は先ほどから何やらピリピリしておる。先輩の体に EMP の影響がそんなにも。大丈夫ですか？体には触りないが、主演よ、あやつを捕らえたらうんと厳しく罰してやるぞ。あらゆる点で一刻も早く捕まえないとですね。それは間違いありません。
あの EMP 発生装置ってほんと厄介だね。お兄ちゃん、イアス、気をつけてね。シュエンさんとチンイーが犯人の捜索を再開したよ。私たちも出発しよう。先輩、ここなら通れます。壁の上に穴があるけど、ポンプじゃ手が届かないよ。この装置を修理できれば方法が見つかるかも。破損した回路の内部にアクセスしました。マスター、回路の部品に触れて位置を変え、回路の部品をいじってみよう。回路が復旧しました。先輩、今何かが飛んでいきませんでした？同じように回路を接続してみよう。回路が復旧しました。扉が開きました。すごいですね先輩。はて、力は一切入れておらなんだな。無事解決だね。私たちも追いかけよう。EMP の乱用はエーテリアスを引き寄せてしまう。知ったことか。あの人たちはこの先にいるよ。
ここにも EMP を使った痕跡があるよ。こんなのお手の物だよね。早く修理しよう。回路が復旧しました。ぬるいぜ。ってめちゃくちゃいるじゃねえか。うわあ、助けてくれ。なんとも胸のすく思いがするではないか。これがいわゆる悪因悪果であろうか。言ってる場合ですか先輩。早く救助しますよ。の声です。急ぎましょう。慌てるでな。今しばらく叫ばせておこうぞ。先輩、またそうやって意地悪を。うわあ、助けてくれ。うん、あれほどわめけるのであればまだ気力はあろう。先輩が怒り心頭なのは分かってます。それでも早く彼を助けましょう。ほら、すぐ巻き上げる。やるじゃん。集中。キムタプレスター K22 全弾発射。チームワーク。来るな。恐れる必要はありません。今、エーテリアス、エーテリアスだ。助けてくれ。そこの市民、落ち着きなさい。周囲のエーテリアスは私たちが片付けました。あなたは安全です。本当か。本当に全てのエーテリアスを。俺はもう安全なのか。お前らはさっきの治安官。どうした。ここまで追いかけてくるとは想像もしておらんかったか。いや俺は随分抵抗したし、まさかこんなにエーテリアスがうじゃうじゃしてる中助けに来るとは。
何をたわけたことを。市民を守ることは我ら治安官の義務であろう。だが不義オオカリ氏はおのずと破滅を必定となす。主が執拗に EMP を使わねば無駄に戦う必要もなかった。うん、その通りだが、なぜ陰を踏んだ？そこの市民、新エリートの現行法規に基づき、危険な武器の不法所持および故意に他人の身体や財産の安全を侵害しようとした罪であなたを逮捕します。あなたの名前は？カルロ・モロンだ。ご協力に感謝します、モロンさん。あなたには黙秘権があります。フォローを出た後、あなたは弁護士に連絡するか、公選弁護人協会の支援を受けることができます。先輩、では局に戻りましょう。先輩？どうかしましたか？あたりを見回して。実は道中、我ら以外にも誰かがいるように感じておった。その感覚が今しがた、突然ふっつり消えてな。それは倒しそびれたエーテリアスでも近くにいたのでしょうか？エーテリアスではなく、なんというか、もっと小さくてすばしこいものだったような。だが我の錯覚かもしれぬ。何しろ今日は EMP に何度もやられた。さすがに少々体も応えたのであろう。主演よ、行こう。モロンを局に連行した後は六分外の皆に逮捕の顛末を報告せねばならぬ。今日のことは本当に二人のおかげだ。なんて感謝したらいいのか。気にしないでください。これが私たちの仕事ですから。後で皆さんには治安局より保証について連絡が行きますので。シュエさん、ジンイ、お帰り。その様子だと犯人はもう捕まったみたいだね。ええ、彼は局に連行して初歩的な取り調べも終わったところです。その犯人、この辺りで事件を起こした動機は何だったんだい？それがまあ、なんともお粗末な動機で、 EMP 発生装置を使って単に車を盗もうとしたみたいなんですが、操作に不慣れだったせいで予想外の結果をいろいろと引き起こしてしまったんだとか。
でもシュエンさん、確か EMP 発生装置って都市じゃ持ってるだけでダメなやつだよね。犯人はどうやってそんなものを手に入れたの？犯人はとあるホロー強盗団のメンバーです。供述によると、この組織は EMP 発生装置を違法に製造し、車のセキュリティに特化した改造を施していたとのことでした。なるほど。その強盗団の罪状を明らかにするためにも、犯人にはもう一度しっかり取り調べを受けてもらわねばな。安心せい、治安局は決して悪事を見逃したりはせん。ただこれ以上は調査の内容を公にできぬ。そこは分かってくれるであろう。まあ事件の状況はこんなところです。私たちもこれから取り調べに参加するので、今日はもう戻ります。治安官の嬢ちゃん方、待ってくれ。チョップ大将、事件について他にも聞いておきたいことがありますか？あ、いやいや、その辺はもうきっちり教えてもらった。実は俺と近所の連中からお前さんたちに言いたいことがあるんだ。治安官のお二方、今日はお釣りの疑いを晴らしていただいたばかりか、犯人が今後もたらすであろう被害の芽も摘んでくださったこと、誠にありがとうございました。今朝の非礼についてもお詫びさせてください。先ほど近所の皆さんと相談して、治安局が土曜日に開催するという講習は参加することで一致しました。これは私たちが記入したアンケートです。どうか受け取ってください。え、本当ですか？ああ、俺たち住民の防犯意識を高めるってんだろ。みんなで聞きに行くのも悪かねえ。それに聞いたんだ、嬢ちゃんたちがここでイベントの準備をしてんのはブリンガーの野郎の命令なんだろ。俺たちがあいつに不満があるからって、お前さんたちできる治安官のお仕事を邪魔しちゃさすがに道理が通らねえもんよ。過分なお言葉です。市民の安全を守るのは私たちの責務ですから。でも皆さんが講習に参加してくれるのなら、それはとても助かります。治安官さん、俺にもアンケートをくれねえか？俺もそいつに参加させてくれ。よかった、どうにか全部丸く収まったね。ふんふん、これすなわち無心で枝刺す柳、図らずも木陰をなす。私はあくまで一緒にサボろうぜ。私はあ
くまで技術屋だよ。